傷病兵軍団の募集国地第10個兵予備、軍団軍学隊個兵予備軍団は、南北戦争中のアメリカ合衆国軍が設置した予備役部隊である。当初は傷病兵軍団と称された。何らかの障害を負っていたり衰弱した軍人及び、元軍人を集め、前線で必要とされる健常な兵士らに代わって、軽作業等に従事させることを目的とした。 傷病兵軍団は1863年4月28日の戦争省一般命令105号に基づいて設置された。なお、これに先立つアメリカ独立戦争中の1777年から1783年にかけてルイス・ニコラーの下で、で類似の部隊が設置されたことがある。南北戦争期の傷病兵軍団は作戦行動中の負傷や病気のために 野戦任務に従事することができなくなった軍人のうち、守備任務や、軽作業に従事する能力を未だ持ち、なおかつ上官によって、十分な功績を認められた者を集め、軍事的、反軍事的な任務に従事させることを目的とした。商業兵軍団の隊員は二つの等級に分けられた、戦争が進むにつれて、商業兵軍団への転属者と助隊等による、 兵力損失が釣り合わなくなってきたので、最終的には陸軍内市海兵隊で問題を起こさず2年間勤務をした者を対象に、障害の有無に関わらず、傷病兵軍団への参加が義務付けられた。彼らはまず第15マサチューセッツ不評連隊の名簿に名前が掲載され、その後に一級隊員として傷病兵軍団に転属した。 1864年3月18日付の一般命令111号により、商病兵軍団は、古兵予備軍団に改称された。商病兵軍団のイニシャルと同じ IC というスタンプが廃品を意味するものとして使われており、この部隊名が、式に悪影響を与えていると考えられたためである。古兵予備軍団の隊員は2種類の大隊のいずれかに、所属した。 一等大隊には、障害が比較的軽く、マスケット時を扱う能力と抗軍する能力を維持した者が所属し、経営や憲兵としての任務に従事した。二等大隊は、より深刻な障害、例えば手足の切断や、その他の大怪我を負った者が所属し、料理人、倉庫番、看護師、公共施設の警備員などとしての任務に従事した。 第 21VRC 不評連隊 B 中隊のウィリアム・リミング兵卒と指名不詳の兵士傷病兵軍団の隊員は一般部隊とは異なる制服を着用した。1863年5月15日付の一般命令124号では制服について次のように定めている。傷病兵軍団においては次のような制服が採用された。ジャケット、空色のカルゼチ。 紺色のトリム、騎兵用ジャケットと同型の祭壇、腰、腹部にかかる竹、ズボン、現行の規則に基づく。空色、略防、現行の規則に基づく。ザ h e f o ングユニ i n g u n i f ンアダプテッドフォ n adapted for the ジャケット、オブスカイ、ブルーカルゼ、ウィズダーク、ブルートリミングス、カットライクザジャケットオブザ・ US キャバルリー、ツス・カムウェル、 ダウン・オン・ザ・ロインズ・アンド・アブ・デマン、トラウザーズ、プレゼント・レギュレーション、スカイ、ブルー、ホーレジ・キャップ、プレゼント・レギュレーション、階級賞の裏布は、トリムと同じ紺色だった。通常部隊と同様に、紺色の作業服が着用される場合もあった。略防には、不評価の閉鎖賞、連帯番号、中退番号を示す記章が取り付けられた。将校には、クロックコートが支給された。 布地は空色で、襟及び袖口は紺色のベルベットだった。それ以外は概ね通常の不評価将校の軍装に習ったものだった。ショルダーストラップも同型だったが、布地は紺色のベルベットだった。パレードの際には金色のエーポレットを着用した。空色のフロックコートは汚れが目立ちやすかったので、後には通常部隊と同様の紺色のフロックコートの 着用が許可された。また、将校の中には、フロックコートを制服やシェルジャケットに改造する者も,もいた。終戦の時点でも、将校には、空色のフロックコートを着用している者が多かった。歩兵予備軍団は24個連隊を要し、これらの連隊から1個師団及び3個旅団が編成された。当初、各連隊は6個一等大隊中隊。 4個に東大大中隊からなっていたが、戦争末期には必ずしもこの編成方法が厳守されなかった。例えば、1864年春から初夏にかけてのバージニア州方面の作戦及び同年夏から秋にかけてのワシントン DC 近郊の戦いに従事した第18連隊は6個に東大大中隊のみで構成されていた。 一等大隊員は二等大隊員の2倍から3倍程度、おり、多種多様な任務に従事した。彼らは、ジョンソンズ島、オハイオ、エルマイラ、ポイントルックアウトをはじめとする各地の捕虜収容所に、監視として派遣されていた。バウンティジャンパーの取り締まりや、徴兵の執行に関連し、憲兵隊長の補佐も行った。前線と後方の間の交代兵員、新規入隊者、 捕虜の護送も担当した。鉄道の警備のほか、ワシントン DC での警らなども担当しており、1864年7月のジュバル・アーリー将軍によるスティーブン・ストリデ襲撃に際しては、市外の防衛にも参加した。戦争を通じて、6万人以上の陸軍将兵が、歩兵予備軍団にて勤務し、1700人が勤務中に死亡している。また、 このうち24人は、戦闘に参加して戦死したものである。アメリカ連合国軍でも、類似の傷病兵部隊が設置され、数千人が参加したものの、歩兵予備軍団ほどの組織化はされていなかった。1865年7月7日、マクネアトリデにて、リンカーン大統領暗殺事件の共謀者4人の公式刑が執行されたが、これを担当したのは、 第14個兵予備連隊会中隊から派遣された4人の兵士だった。南北戦争の終結に伴う予備役組織の必要性の低下のため、個兵予備軍団の部隊は1866年までにほとんど解散した。1866年7月、常備軍の再編によって、個兵予備軍団から4個連隊が設置された。 1869年3月の再編でこれらの連隊が他の連隊と統合されたことで、古兵予備軍団は完全に消滅した。ありがとうございます。